こんにちは、まやです。ジョーカー新しく来てるんで、初見プラス、攻略していきたいと思います。いきまーす。フレンド誰にしようかな。フレンド串灘。初見メンバーは、初見メンバーお涼、タンポポ、コルセア、串灘でいきまーす。行ってきます。はい、で皆さんにちょっとねお伝えしておきたいことが一つありますね。なぜ最近マスクをしているのかと、多分疑問に思われた方何人かいると思うんですけど、僕の YouTube のコメントでね、歯が汚ねえというコメントがねいっぱいありまして、歯並びね僕気にしてるんで、治るまでマスクします。こんなにガチャ引くんだったら歯治すわとかいっぱいコメントがあったんですけど、いやガチャ回してるからって歯医者に行ってないっていう判断、まずそこがちょっとおかしいなと、俺の中でおかしいでしょと。俺歯医者行ってるからね、行ってます、だいぶ行ってます。で歯が悪いのって結構遺伝的な部分があるから、あんまりね言わない方がいいと思いますよ、言わない方がいいと思います。はい、なので歯並び気にしてるんで、しばらく僕マスク配信でやらせていただこうと思いますので、歯が治るまでね、歯が治ったら、生配信でやりますんでね。僕も歯並び悪いの気にしてたんですよ。やっぱそうかーと思って YouTube のコメントでもらって、歯並びありかーと思ったんで、じゃあマスクしよう治るまでっていうことでマスク配信でやらせていただきます。てなこんなで、あっち当たるんだ。ギミックは重力バリア、ダメージボールですかね。お量がハマる感じですかね。一応ふんだんに対応できるようにギミックはそういうようなパーティー構成では来たので、一応何のギミックが来ても一応ぼちぼち戦えるっていう感じでやってます。亀ね、亀ならいいや、 OK。 現在2面ですかね、2面。とりあえず亀は余裕、亀で死んだら大問題だ。亀でさらっと、てか神化のコルセアがね強いんですよね。神化コルセアが甘く見てましたね。いやそんなにいい感じじゃないなーとかって思ったんですけど、使ってみたらまあこれが強い。3面できちゃった。亀のクエストなかったら2面かよ。そのパターンもあんのか、つらい。まあでも重力バリアと貫通入れていけば OK かな。重力バリア、貫通じゃない、違うね、ダメージボール、重力バリアでいけそうな気がする。串灘引っ張って弱点でしょ。 OK、40万であれだけ HP が減ったんで、おそらく1面は200万ぐらいでしょ。なのでボスガチガチでいきます。微妙だな今のは、これは微妙だ。もうちょい熱くいってよかったから。はい、お量敵でスピードアップからの、下に潜りたかったけどな、できなかった。まあ OK か、ダメージオール出ないでね、変なとこ。まあ OK だね、 OK。 危ねえ、2面が変な張り方してタンポポだから危ないとこでしたね。ちょっとここでね SS できる限り貯めます。ちょっと貯めます、初見クリアしたいんでね、 SS 貯めます。でも問題なんもなさそうな感じかな、クエスト的には全然いけるでしょう。何も問題なさそうです現状。問題なのは僕の歯だけですね、問題あるのは。はい、まあいいですよ、 YouTube のコメントで好きな方だけ言ってもらっても構わないです。いいっす、大丈夫です。僕も思ってたことなんでね、歯並びについては。危ない、倒した。あ、これは倒しちゃいそうだな。まあいっか、あ、いけるか、いけそうだ、いけた、 OK。 もうちょっと貯めます、あとちょっと。あべ、ダメだ、下手くそ。はい、ボス2面、16ターンでスピクリなんで SS パパパパンっていっちゃえば OK と。ロボット先除去かな、シールドに当たるか。いやーきついね、
まあダメージオールが1個出なくなったのはでかい。串灘引っ張ってスピードアップ。あーマジか、上に入りたかったじゃん。上に入りたかったよ今俺は。ボスもダメージオールを出してくるのか。ちっちゃいの、ちっちゃいの出してくるね。オッケー、うまい、いいよ。オッケー、ナイス、ナイスです。自画自賛、自分で自分を褒めてあげるの、それ大事なことだと思います。うるさいってね、すいません、すいません。おい、タンポポ触ってよバカ。やった、下手くそ。タンポポ触りたかったんだよ。どうしようかな、スピードアップで。あー隙間に入っちゃった。4本クロスレーザー、クロス反射が出てくる。クロスレーザーの反射みたいなのが出てきますね。あれが危ないですね。これは初見クリアできそうかな、できそうかな。究極も何気ね、初見クリア難しいっすもんね。攻撃が2,3,5,8だから、2が分割ダメージオールで、3が反射レーザーとかかな。ちょっとじゃあ SS いきます。ほい、いいんじゃない、いい感じ、 OK、 ドン。100万、もうちょっといきたかったな。反射タイプになっても別に微妙だな。どうしようかこれ、難しいな。串灘 SS 打つから横間でダメージ減らしとくか。反射で、反射で横間ダメージ、雑魚減らして串灘の SS で、あー減った、減った、それは減った、それは下手すぎるわ。タンポポ活用編ですね。横間でいくか。いやでも串灘全然動けねえなこれじゃ。上気味で雑魚排除、こんな感じ。どうだろう、合ってるかな。オッケー、タンポポいいとこに入った。で、お両方も次左隙間狙える角度かな。イレギュラーしそうだな、若干イレギュラーしそう、イレギュラーしちゃいそうかな。今の角三段そんなに痛くないね。はいはい、よしよし。100万、あともうちょい、あーとワンタッチだった。まあでも余裕ですね、余裕でした。よし、はい、ジョーカー初見クリアできました。重力バリアとダメージボールの面ですね。でシールドは、シールドは壊すこと可能なんで、壊して重力バリアだけで固めていっても OK かなと思います。そんなに難しい面ではなかったかな。うん、ボスの攻撃の反射クロスがちょっと痛いんで、クロスはちょっと避けるみたいなぐらいで戦えば OK じゃないかな。16バリアで固めて、うん、それぐらいだと思います。はい、まあ結構簡単だったね。はい、初ゲット、イエス。はい、ジョーカー初見プラス攻略できたね。うん、ということで、今回の動画は以上となります。またのご視聴よろしくお願いします。バイバイ。